よし、では研修に入る。高山。はい。痴漢が自身の身元を明かさず逃走を図ろうとした場合は、どのように対処すべきだと考える？え？射殺よ。どうした高山？ああ、はい。ああ、いや、その。五の教官。なんだ桜井。射殺すべきだと思います。そんな時代が来るといいな。私もそう思う。しかし桜井、今はダメだ。はい、わかりました。教官、大変残念です。こうして憧れの国鉄へ就職を果たすための俺の波乱の日々が始まったんだ。